こんねこー、皆様こんにちは、こんばんは。黒い猫でーす。今日はですね、ハスラに来ております。メディアの、はい目的はその奥、フラットカーでございます。エルカールを取り返しに行くのだぷー。何回でいいか。で、どうすっかな。ドロップアップはいるよね。なんかあったっけ、ドロップアップ系のアイテム。テント。テント。テント。あれ？テントどっか出せるとこないか。あ、出せた。50メガ突っ込むだぷ。開始。よし。これでよし。ルキリン、プーゴいらっしゃい。今日は頑張るだぷ。さあ、戦闘装備になってる。オッケー。フラトゥカの入り口が、中でもテント出せるけど、ああ、そうなの？知らんかったぷ。フラットカの入り口はわからんだけど。アーナさん、へこ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 。潜入、そうだぷ。潜入するために、校長来てもらったぷ。チャルトリューズさん、こんねここんねこいらっしゃい。来ていただいてありがとうぷ。バナナが痛いだぷ。あれ？長いタイラプー。フラトゥカの入り口はどこだぷー。なんか奥の方だったき。あ、なんかこのはしごがある。この部屋じゃなかったっけ。ここか。ここだぷー。アナさん、タカゴさん爪持ってる。うん、持ってないので、ルキリンに入れてもらうだぷー。呼び出したぷー。よっしゃー。では、ワンコ出してー。さあ、頑張るぞー。あれ？意外と一撃じゃなかった。一撃じゃなかった。ペットは早くして。なんか奥の方にいっぱいいたよね。なんか。足りないんだと。ここは見覚えがあるだぷ。ここはなんか前にいたような。あんまりいないね。なんかもっといっぱいうじゃ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 いるところがあった気がしたけど、変か？変だな？変だな？えい。今日は、エルカール出せだぷーの巻です。前回、1時間で出たからね、今回も狙っております。出るかな？出るかどうかわからんけど、昨日さあ、ルツム行ったわけですよ。エルビアの初ルツム。そしたらさあ、割れちゃったんだよね。エルカ
悔しいので、悲しいので、悔しくて悲しいので、取り返しに来ました。パリーンって。あとなんか、他にもいろいろ割れた。あ、ヒロさん、こんばんぷー。いらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。バナナが痛いだぷー。今日はエルカールを取り返しに来ました。私のエルカールを返せだぷー。昨日、ルツムで、いっぱい水晶割っちゃったんですよ。悲しい。あ、出た。早速出たよ。終わっちゃったよ。出ただぷー。はい。そんなバカな。まあでも、あれですね。せっかくなんで、2個目出すだぷアナさん。ルツムのおじさんにもみくちゃにされたのね。そうそう。ひどいなぷー。おっさんどもに。やられまくりましたよ。パリンパリンしちゃったよ。なんだっけ、すごい貴重なやつも割れちゃった。フムは割れちゃったのは別に惜しくもなんともないんだけど。やっぱね。なんだっけ。反逆、そう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 、反逆。あーん、チカリン長いらっしゃーい。足上げきただぷー。ちょっと待って。ちょっと待って。こいつらやったら。サンドさん、こんばんは。なんか見てはならないものを見てしまった。はい、じゃあ行くだぷー。いいちだにゃー。いいだにゃー。3だにゃー、4だにゃー、5だにゃー、6だにゃー、7だにゃー、8だにゃー、9だにゃー、10だにゃー。ありがとうございます。もうエルカールは1個出ちゃったけど、配信は続けるだぷ。2個目を狙って頑張ります。なんだろう、なんか、うん、出たにゃ。なんかすげえ早く出ちゃったにゃ。なので2個目を狙います。エルカール、どうせまた割っちゃうしな。どうせ割っちゃうんだわ、これが。えい。ここって他に何が出るんだろう。まあ、2個までつけれるし、もう1個あっても。そうよね。ここなんていうとこだっけ、クラトゥカ。あん、あれ、クラトゥカ。おう、お、お、ツン耳出るじゃん。ライテン。この辺もついでだから狙いますか。ツン耳出せや。いや、エルカールもう一個欲しいんだけど。ついでに出たらいいね。何が出すんだ。何が出すんだ。おい、なんでもいいのかな。はい。こいつらノロノロしてるから、もっとチャキチャキ動かんかい。ライテンは、ライテンが出ないと多分出ない。ライテン。ライテン。
来店って何？その辺にはいないのかプー？なんかわらわらタイム的なやつが来ないと出てこない？普通には出てこないのかしら。ライチュー出すまで終われまてん。ライチューって何？ライテンはギミック発動してから最後に出てくる。あ、わらわらタイムあるんだ。そっか。なるほど。ベルーテンだもんね、ここにいるやつ。エルキッシュ。あんまりないよね。もっとなんかないのかな。もっといっぱいいるとこないのかな。ダメだ。ここではギガタカコ湧かないよ。ギガタカコは湧かないよ。エルテンだっけ？エルテン、バルテン？え、こんなとこあったっけ？この先は？なんかそのギミック的なやつは立ってたら発動するのかね。どうなんじゃ。あ、ベルーテン。ライテン、ライテン、ライテンいる？旅行者の地図。これなんか街に飛べるやつだ。今日はあーん、いやーん、あーんが聞けない狩り場だ。そんなこと言わないもん。そんなこと言わないもん。チャンダナさん、こんばんぷー、いらっしゃいだぷー。今日はエルカールを取り返しにいただく。えい。あ、AMP がない。MP が枯れるラプー。MP が。アナさん、もっと徘徊しないと、エルテン、バルテン、ヒスと同じ。エルテン、バルテン。徘徊しないと出てこないの？なんかワンコが勝手になんか暴れてるだぷ。ベルーテン。なんか早くわらわらタイム来ないかな。もっと奥の方行けばいいのか。こいつらはなんだ。ルーテン。奥のどっちから来たっけ。どっちから来たか分からんだっけ。ここはさっき来たとこ。あ？から来た、さっき。あれ？どっちから来たっけな。分かんなくなっちゃったぷ。ん？どっから来た？
意がわからないラブ。どころささん、こんばんは。いらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。今日はエルカール、あ、エロ本出た。エルカール取りに来ました。昨日、割っちゃったからね。ちょっと取り返しに来ましたよ。もう、一個は早速、さっき出たので、2個目を狙っているダブ。あれ？ここはさっき来たとこか？ここさっき来たよね。あれ？こっちから来た？ウキリンのエロ本。そうそうそう。ベッドの下に隠してあったよ。エローいキノコの写真が載ってるだぶ。そう、どっちから来た？あ？来た。ところささん、ここ迷うよね。もうすでに現在地わからんだぷー。ウキリン、エロいキノコってないよね。うん、私もよくわかんない。あっちの方になんかある。ベルーテン。なんか見てみたい、エイチなキノコ。キノコ、キノコの、写真。ああ、もう、凍結されたアカウントのツイッターに載せてたけどな。なかなかエロいキノコの写真載せてたけどな。それで凍結されちゃったのかな。そんなわけないよな。ただのキノコの写真だもんな。あれは。エロ本がいっぱい出るな。なんか、もっといっぱい、いっぱい湧いてほしいよね。いっぱい湧いてくれー。なんかでも、うろうろしてると、湧いてくんのか？これ。こんな感じ？こんな感じ。えい。うーって。にもなる。あれ？あー、MP がない、MP がない。MP が枯れておる。やっぱ早く MP ポート作んないとダメかな。さっさと MP ポート作らないとダメか。2個目のエルカール、あれ？えい。ああ、エルカールってでもここでしか出ないのかな。地上に出回ってるあの水晶はみんなどこで、どこで仕入れてるやつなの？
みんなここで飼ってる、そんなに。あ、地下外ピン。外ピンなんだ。ああ、そうですか。外ピン地下。あそこは人気の狩り場ですもんね。あ、だから市場に流れるんだ。なるほどね。ここで飼ってる人なんかいないよね、まず。まあ、死ぬ危険もなく、エルカールを狙いたいんだったら、クラトゥカです。皆さん、クラトゥカはエルカールが出ますよ。おいでませ、クラトゥカ。お。えい。ここから入ってきた。あれ？ここは？どこだ？ここ一番奥かな。カプラス。ここはちょっと、カプラス出るね。赤い本も出る。このエロ本は、あれ？記憶とか出すんかな？記憶とかいっぱい出してくれるんだ。紹介しに行ってもいいけど。カプラスよく出るね、ここ。カプラスもなぁ、いっぱい集めなきゃいけないんだよなぁ。ちょっといけません。あ、出た。2個目出たよ。え、意外とエルカール出るよ、ここ。ものの今20分ぐらいですよ。そんなアホな、え、そうなの？そんな出ないもんですか？エルカール2個目出ましたと、ふん。じゃあ3個目狙います。とりあえず1時間やろうかなと思ってきたんですけど、もう2個出たよ。エルカール松、あ、キメル S、知識取れた、やったー、やったー。配信終わってしまうじゃろう。終わんないよ。終わんない、終わんない。配信はまだやります。1時間、とりあえずやる。何個出るか。サンドさん、自分で作るんですか？そうそう、自分でエルカール作ろうと思って。今、2個。2個出たから2個作るだぷ。あれ、あれ、エロ本もよく出るね。この隙間は、もう現在地がどこだかわからんだぷ。だいぶ下の方来た。あ、池がある。ここって釣りできるんかな、釣りできるんかな。えい。あ、釣りできるね。何釣れんだろう。クラトゥカでも釣りができます。何釣れんのかな。
釣れる？釣れるのか？何が釣れるのかな？反応がない。でも、漁場資源豊富だよ。えい。あ、何来る？お。え？瓶二つ。瓶二つ。ええー。ちょっと魚。魚。待ってる間にサイコロ振ろう。かなさん、フェリードで釣りできるから。何が釣れるのかな？フェリードでも釣りできんの？あの溶岩で？恐ろしいね。溶岩で釣りができるとは。お、カジカ。カジカが釣れました。はい、ありがとう。満足じゃ。要は満足じゃ。あ、湧いた。魚釣れるんだね。ところさん、ドリガンの温泉でもいいものが釣れます。そうなの？温泉に魚住んでんだ。わあ、ここどこ？行き止まり？行き止まりっぽいね。行き止まりっぽいね。なんだろう。なんかクエストで来るか。行き止まりっぽい。いっぱいはいない。気がいない。気はいないけど、冒険感満載だよ。楽しいね。遺跡巡りです。敵がいない。本道。広い部屋に出たい。出た。えい。人巡り？なんだって。人巡りなんかしておらんぞ。今日はエルカールを取り返す旅です。もう2個取り返したから十分なんだけどな。まあどうせ割れるから、取れるだけ取っておこう。どうせ割れるし。なんかでも、エルカールって、どうやって作ったんだっけ？黒魔力水晶命中、森の深度2個、魔力の破片10個で簡易錬金か。黒魔力水晶命中がいるんだね。ここって黒魔力水晶は出さないのかな？出てないね。黒魔力水晶はでもいっぱい倉庫にあるんだよ。命中じゃないとダメなのかな？命中じゃないとダメなんでしょう。命中って書いてあるから、命中じゃないとダメなんだろうな。あんまり、まあ、
リバータイム。エルカールは命中じゃないとダメ。あ、そうなんだ。そうか。あ、そうですよ。でもいいじゃんね、黒魔力水晶だったら。あれ？あーもう。MP が枯れるんだ。あ、エロ、あ、黒魔力水晶が出た。黒魔力水晶出るじゃん。エルカール出してもいいの？命中出すのがめんどくさいな。旅行者の地図。これも便利、便利グッズですね。あると便利。あると便利。シャノチーズあまり使わないけどな。真相に行った時とかね、帰りに使いますけど、あまり使わないですよ。あ、あれ、あ、チャッピチャップ出た。こんな時に出る。別にバフいらんのだけど、クラプカでクラプカでバフはいらんのだけど、くれるんならもらっとくけど、わらわらタイム来ないね。どうなってるだぷ？やってりゃそのうち来るかな。わらわらタイム。クラトカで死んだりしたら、もう包丁に怒られるどころじゃ済まないぞ。前は1回出たよ、来店。そうか。じゃあ会えるかな。1回ぐらい会いたいよね。あ、ベルーテン A。S じゃなかったのか、こいつ。知識が出た。こいつら S 取れてない。まさか。これって、ベルーテン、遺跡。遺跡、石柄カニ。あと、これだけか。カニ？カニなんている？ベルーテン。カニは外。あ、外なんだ。エルカール、あ、三つ目出た。ちょっとちょっと、皆さん。三つ出ましたよ。皆さん。三つ目が出ました。え、ふん。30分ぐらいで三つ出ました。フラッテか。
いいね。エルカール取りに来るなら、プラトゥカ古代遺跡。下は雪ですね。雪は多分降んないけど、でも明日もめっちゃ寒いらしいね。というか今日もすっごい寒かったですよね。なんか風がめっちゃ冷たかった。朝今日客先直行だったので駅前で同僚と待ち合わせしてたんですけど、もうガタガタ震えてましたよ。めっちゃ寒かった。東京はまだマシで、日本海側とかえらいことになってたっぽいですね。お、山さん、新規フォロワーさん来ていただきましてありがとうございます。嬉しいだぷー。黒い猫と言います。よろしくお願いします。昨日ルツムで水晶いっぱい割っちゃったので、今日はエルカールを取り返しに来ました。まあ1個出るか出ないかって思ってたんですけど、もうここに来て30分ちょいですけど、もう3個出ましたよ。すごいよね。なかなかだっぷ。優秀。プラとか優秀。エルカール取り返すなら、クラトゥカ遺跡。リピートアフターミー。エルカール取り返すなら、クラトゥカ遺跡。ね。でも、黒魔力水晶命中と、魔力の破片もいるけどな。あと、森岡だっけ。エルカール取り返すなら、タカコから、クロリンいらっしゃい。昨日終わっちゃったからね。取り返しに来ただぷ。もう3つ出したよ。えっへんだぷ。なかなか、いいよ。ここ。なかなか、いい感じで出てます。え、結構前からいただぷ。あれ？クロリン、ほんとごめん。気づかんかった。ちかさん、じゃあ今日は調子いいし、キス行ってみようか。うん、行ってらっしゃいだぷ。行ってらっしゃいだぷ。頑張って。頑張って。明日は、明日はどこつくの？あなたが行くんで行かないよ。今日は1時間ここで勝って、明日に備えて寝るんだよ。しかも外出で、新橋行くんですよ。サラリーマンの町新橋へ。こんな2人で行くんですけどね。昼過ぎぐらいのアポなので、早めに行って、新橋でご飯食べようっていう予定です。ちょっと楽しみ。トロリン、新橋毎日通ってる。マジか。通過してるだけだけど、そうかそうか。新橋ですね。エルカール、カツアゲするわ、タカコから。いや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 。
ここ来たら拾えるからいっぱい。3つ出たよ、今日。十分十分、成果としては。エルカールなんか2つつけられるらしいので、十分だっぷり。プラスも出る。明日は必須。明日必須行くかプ？明日どうしようかな。明日は明日の気分で決めます。どうすかな。明日何砕く砕かないよ砕きたくて砕いてんじゃねえや。あ、砕きません。地下外皮やだよ。あんな怖いとこ行けないよ。ルツムで泣いてんだよルツムで泣いちゃう人は外皮に地下なんて行けないだぷ。てか、タカコちゃん、ドロップン良すぎやせんか。いやいや、私ドロップンないんだぷー。ないんだぷー。全然ダメですわ。エカールそんな出ないっすか？でも前回は1時間で1個しか出なかったからな。今回も一個出りゃいいかなぁと思ってきたんですけどね。ありがたいこと、いっぱい出ました。マムシ？マムシも欲しいだぷ。マムシ欲しくてさぁ、クザカと、クツムと、あとヌーベルにキャラ置いてるんですけど、ずっと出ないんだぷ。で、行って出なくて、しょぼーんってギルチャで、しょぼーんってしてると、みんな、パパパパパーってマムシのリンク貼ってくるだぷ。ひどいんだぷ。出してやがる。ひどいんだぷ。前回私は出てないぞ。そうかそうかぷ。パルフェルビアで光のオーラなんて拾ったことないんですが。あ、でもあれなかなか出ないよね。昨日は珍しく出たけど。でもなんかわけわからず、わた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 してたから、結局全然活かせてなかったけど。ワーンワーンって言ってる間になんか終わってた。死んでたし。黒魔力水晶は命中じゃないと意味がない。白龍さん、1ハイモリ、2クノー、3オルン、4地下と外ピン。5、修道院、18金、どれ？え？何それ？何それ？ 18 金って何？ 18 金が気になります。何すか？ 18 金って何すか？ 18 金が気になります。18金が気になります。エロ本が出る。でもあれよ、何も集めないといけないしね。ダヒスイとかムロエクとかその方も近いうち行かないといけません。はい、明日の狩り場決まりましたね。え、なになに、明日の狩り場何？明日は
のんびり貿易しながらおしゃべり配信じゃダメですか。修道院18金です。どういうこと？どういうこと？修道院、修道院って、え、何？修道院、え、推奨 A280 の2人パーティーカリバー。あ、2人パーティーなの？2人用のカリバーなら2人で行ったらいいじゃん。黎明イヤリングの出る金域、行ってらっしゃい。え、じゃあ誰か一緒に行ってよ。行ったことないですけど。修道院？え、修道院って何修道院？エルリック？となんかあったっけ？修道院って。クザカがいるとこ？あとなんかあったっけ？修道院。放置された修道院18金域、学長が言ってくれる。校長先生、あ、 MP が MP、 あ、でも明日木曜じゃん。明日木曜日だからあれだよ、ウサの日だよ。ウサの日っていうか満車の日だよ。明日は木曜だからマンションやんないといけない。ルキリ行ったことない。じゃあ行っといてください。ぜひ下見よろしく。トレント村の近く、あ、井戸の下んとこ、もしかして井戸降りてくとこかな。なんかあったね。そんな人があった。違う？あ、もしかしてトレントの、ん？山沿いのなんか東の、ん？じゃない、西の端っこのなんか気持ち悪いうねうねがいるところかな。3人目のパーティーまで黎明のイヤリングもらえるんです。え？そうなの？黎明のイヤリング、あんまり見ないけど、やっぱいいやつ。え、ウサでも、ウサで18金域行くの、よほど割りたいんだね。あ、タカコも好きね。え、ウサでマンシャやるんだぷ。ウサで行くのはマンシャだぷ。MP ポートのデイリーやるんだぷ、明日は。木曜日だから。木曜日なんだぷ。あ、報酬券。プラスの束。地域依頼がいっぱいあるね、ここ。160個もらうよ、次。でも3500だって。めっちゃくさいね。タカコさんの好きなルツムの南側。嫌いだぷ。もうルツムなんか絶対行かないぷ、あんな怖いところ。ところささん、ボスが湧いて、停止に行くんですよね、イヤリングを欲しさに。ボスが湧いて、ボスが湧くところ。え、その、え？修道院のボス？
ーイのボスって誰だ。ティーキライの数クラツカぶっ壊れてね、3500ってダルメシアンね。まあでも S 取れてないやつもあるし、エルカールは出るし、あわよくばツンミミ出るし、いいんじゃない。エルカール3つですよ今日は。なかなかの成果です。うへへへへ、うへへへへ。ルッツムジャイアントより推奨 A 低くなかったっけ。そう、低いんだけど、めっちゃ死にましたよ。ジャイアントの方が全然借りやすい。あとあれですよ、ルッツムなんかさ、すごい木がいっぱい生えてて、なんか借りにくい。平地じゃないから。岩とか木とか邪魔なものが多い。逃げようと思っても逃げらんなくて死んじゃったりとか、そんな感じ。まさきさん、黒い猫さん、皆さんこんばんは、いらっしゃいませ。ところさん、その時にボス討伐した3パーティーまで報酬もらえ。そうなのか、ボス出るんだ。え、なんか MP が枯れ気味。MP が、なんか、まさきさん、ただいま、おかえりー。まさきさん、おかえり。すごい字だな。うん。今日はエルカール取りに来たんですけど、敵はもうだいぶ果たせましたので、まあ、ここで、エルテンだっけ、ちょっと会ってみたい。ねえ、わらわらタイムがあるらしいので、わらタイム来ませんけど。ライテン、あ、ライテン。そうそうそう。私なんつった？ライテン。エルテン。バルテン、ライテン、ベルーテン、そういう名前が多くてややこしいんだプール。クリューさん、さすがだぜ。ん？当て字？言葉の魔術師ですからね。この部屋いないだぷ。来店ご来店と覚えておくように。なるほど、ぷぷぷ、親父ギャグだぷ。ウキリンが親父ギャグ言ってるぷ。来店ご来店。来店ご来店。ありがとう、おりごとみたいな。なななななな、なな来店ご来店。まことにすいまめん。えい。
ケポンみたいな。はい。ところで、もう私ここまでどうやって来たか覚えていないので、帰り方がわからないだぷ。困ったぷ。どうしよう、帰り方がわかりません。帰り道がわからないだぷ。さらいた。どうしたらいいだぷ。旅行者の地図がいっぱい出てるから、それで問えばいいのか。ということか。地図で。あ、お帰りは地図か。アイドロップしてるからな。一応中にまだ操作レスいる。え、マジで？何やってるだぷ？まさかルキリンもやってんの？まさか。帰るのが、地図で帰るのが楽。いっぱい出てるからな。使うのありですよね。メグでお借り借りしてる。あ、メグでやってんだ。おうおう。そうか、ルキリンの、ルキリンのメグなんだっけ。ルキセの稲荷だ。なんだっけ。稲荷にしなかったんだよね。なんだっけ。忘れちゃった。ブラッカじゃないよ。ケンタ君と戯れて、秋田から帰ってきた。ああ、そうなのね。ケンタ君やってたのか。誰がするか、バーカバーカ。バーカバーカ言われた。ひどいだぷ。タカ子に捧げる稲荷って名前じゃないの？捧げよ。稲荷。でも、稲荷って名前つけてる人絶対いるよね。キツネだし。絶対いると思うんだ。お？今日ガーモスか。今日ガーモスじゃないか。だけど、あと2分でバフが切れるだぷ。今日は3つ？エルカール3つですね。エルカール3つだぷ。あと1分でバフが切れる。ならハイデルに飛んでエルカール作るかな。俺はつけたいけど神の名をつけるなんて恐れ多くてつけられない。え、ルキリン神の名前しかつけてないよ。うちの校長はなんか神様由来の名前ばっかりつけてるって言ってた。確か。だから、じゃあ次はルキセの稲荷にしろって言ったらバーカバーカって言われた。なんでだぷ。
まさきさん、なんででしょう。ねえ、ルキセの稲荷っていいじゃん。ちょうどキツネのキャラだし。で、提案したのに。却下されるどころか、バーカバーカって言われ、あ、ベルーテン S 取れた。やったぷー。あ、とびひろさん、こんねこー。いらっしゃい。来ていただいてありがとう。ぷー。もうあと30秒でバフが切れるので、ぼちぼち狩りを終えて、エルカールの水晶を作りに行くだぷー。あ、でも馬車はタリフに置いてたんだった。しまった。昨日割れちゃったやつですね。そうです、そうです。割れちゃったから取り返しに来たんです。さあ、飛ぼうか。エルカール3つ出たんだよ。この通り。3つ取り返しましてございますよ。自力で調達するのです。まさきさん、なんかよくわからないけど、取引倉庫に安い方のだけど、ガムシが120個もある。ああ、芯にならなかったやつかな？チーズどれ？チーズこれか。タリフ。アルティノタリフしか選べなかった。とびひろさん、ここライテンも出るからいいよね。でもライテン会えなかったよ。まさきさん、買った覚えがない。あと、ハルピューヤも166個ある。なんでそんなにあんの？どこだ？ところささん、ガーモスか。はい。あと10分でガーモスですよ。とりあえず、ハイデル戻ります。ここは薬が軽い。ここはね、買うものを選ばないと重量オーバーしちゃうんですよね。ハイデルに向かえば。ほんで、必要なもの確認。黒魔力推奨命中1個。森の深度2個。魔力の破片が10個。森の深度2個だから、6個必要。6個もあったかな。森横。あ、30個ありました。出す。で、黒魔力推奨命中が3個。ルキリン、ワールドボス、フィールドボス出てるからじゃない？まさきさん、そういうことか。アルピュイア、そう。マムシとかハルピューヤとかはフィールドボスから、ボス？ワールドボスとかから出るらしいけど、なぜか出ない。ランチズマさん、こんばんは。いらっしゃい。来ていただいてありがとう。ぷー。昨日終わっちゃったエルカール取り返してきたよ。じゃじゃーん。しかも3個。今から合成します。ただ溜まった数をずっと見てなかっただけか。うん、多分そう。団地妻さん、こんばんは。ご挨拶ありがとうございます。命中。黒丸く推奨、命中。こいつを3個出さないといけない。すごい。ね。
1時間で3個出ました。やっただぷ。野崎さん、どちらも使い道が売ってしまえ。売ってしまえ。なんだっけ？なんかシーンを作るのに、シーンにならなかったやつ。弦、本だっけ？が多分いっぱい売りに出てる。っていうことだと思われます。取引所倉庫にエロ本は全部出しちゃう。倉庫にエロ本は出す。タイデルついたら合成して、そしたらちょうどガーモスの時間になるかな。そう。ピカさん、探索知識結構面倒ね。え、どういうこと？まさきさん、ヒストリアだったら重量たくさん盛れるからいいのにな。あー、重量セットね。それいいよね。いっぱい持てるやつ。なんかね、ワールドボスから、なんか、あれなの、水晶くんないのよ、私に。ひどいんだっぷ。ちかさん、日誌で埋めてこい。あー、知識ね。あ、これで、これですね。なんだっけ、探索で、これだ、これなんだっけ、探索って学問、これかな。探索1。さん、アフさんがやってたよ、かなりの。これ全財産使ってカプラス強化してなんとか D395 まで来ました。すげえ、頑張って稼がれば。すげえ、カッチカチやん。おっかなー。とりあえず、さっき拾った5個のクロマルク水晶を、これ違う。溶かしたりしちゃダメなんだ。普通に開ければいいんだっけ？水晶出すのは。えい。あ。郵送。一生、命中出た。迅速、記憶。命中一個か。あと何がいるんだっけ。記憶と、クロマ力推奨。クロマ力推奨？あ、違う。魔力の破片10個。10個。なかなか、あれですわね。魔力の入り、1個あったかな。狙ったの出すのむずいよね。ねえ。なかなか狙ったのは出てくんない。魔力の破片は、あれ、なかったかな。あ、ない。めんど。多分ね、ここにある。多分ここにある気がする。ほら、あった。ほら、あった。これでまず1個作れるね。簡易錬金で、命中と、森横と、魔力の破片と、
エールか。森横と、うん、スタート。それで、まず1個作れます。エルカールの水晶、じゃじゃーん、でけたー。でけたので、水晶バッグにもう忘れなく入れちゃう。エルカールの水晶、えい。で、クロマ力水晶、とりあえず100個取り出して、命中を出す。2個、混合威圧、混合命中、よし、あと1個、堅牢競争、混合破壊、ん、赤瓶、補足、記憶、堅牢、鉄壁、え、命中が出ないよ、え、命中出ない命中が出ない。命中が出ない。あと1個命中。え？え？命中出ない。命中が出ない。落下？混合ばっかり出るけど。え？え、あ、出た出た出た。うひー、こんなに。ちかさん、明日割れます。明け、ありがとうございます。イレンさん、まあ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 、まあいらっしゃい、来ていただいてありがとうぷー。命中、エルカール、森横、あ、魔力の破片がなかった。魔力の破片は、溶かせばいいんだな。どれ溶かそう。これいらんかな。これいらんかな。あと1分でガモ。あ、ガモ。もう出るか。魔力の、はい。アンチズマさん。またルツム行くの？うん、もう行かない。よし、ガモだ、ガモガモ、ちょっと意思しよう。カクリュウさん、明日は修道院行かない。行かないよ。明日は木曜日だからウィークリーをやりに行く。あれ？あ、間違えた。これ、クツムんとこじゃん。ガモはこっち。あれ？間違えちゃった。クツムんとこ来ちゃった。なんか、あ、びっくりした。ガモ、ガモ。ガモ出た？ガーモスってなんか水晶くれたっけ？えい。かも、なんかくれるかな、なんかくれるかな。Thank you.
思ってな、文章くれたっけ。死ぬー死ぬー、ちょっとちょっとちょっと逃げとこ。今何ガクツムタイム、チャッピチャップ出てるよ。ニンジン、あ、チャッピチャップいたよ。チャッピチャップ、あれ？腹を溜めて今逃げとくやつ？かっこいいねドラゴン。あれ？見えた？あれ？終わってた。なんか金塊100G ありがとうございます。この子ろくなもん持ってないな。あ、水晶を溶かしてエルカールの水晶通黒、威圧、これはいる？威圧、これは栄翔速度、ノックダウン、いらね、補足、命中8だって。これはクリティカル、これはなんかいいね。キャッチ抵抗、ノックバック、強襲、攻撃速度、キャッチ抵抗、落下ダメージ、ノックバック、ジャンプ力、なんかジャンプ力なんかで必要だった気がするな。ノックバック、浮かす抵抗、ノックダウン、バウンド抵抗、混合、いらなくね。移動速度、ノックバック、減速。命中はいるんだよ。鉄壁。移動速度はなくね。あと減速、
ックバックバス。何がいい？音号。え？仮想かな？競争、HP、気絶、硬直、氷結。強襲、強攻撃速度。帯広さん、マルニの懐中時計って装備する意味あるのかな？マルニの懐中時計って何？知ってる人、どなたか回答お願いします。マルニの懐中時計ってなんだ？そう。あとは、重装、クリティカルは大事。いらんか。堅牢？とりあえずあと3個だ。まさきさん、僕も知らない。誰か知ってる人はいるかしら。動画思うようにうまくいかない。これイラッとくるよね。イラッとくるんだぷ。動画思うようにうまくいかない、なんでだぷ。あと2個。帯広さん、ウサで覚醒武器のとこに装備されるのだけど。ほほう。ウサ？ん？ウサってもう覚醒してんの？よくわからんだ。よし、できた。これで、簡易錬金でしょ？で、命中と森横と、魔力の破片とエルカール。よし。で、エルカール作るだぷー。でけたー、2個目。飛んで、命中と横と魔力の範囲とエルカール。まおちゃおさん、こんねこいらっしゃい。来ていただいてありがとう。ぷー。昨日終わっちゃったエルカールを取り返しに行っただぷー。そしたら3つ出たぷー。なので今合成して仕上げてるところでございます。やったー、できたー。ということで、取り返し大成功だぷー。ということで、エルカール取り返すなら、クラットゥカがおすすめでございます。みんな行ってみてね。でも、絶対出るかどうかは保証しません。イレネチゴビッツありがとうございます。嬉しいだぷー。イレネさん、おー。ヒロさん、バッグの中、物持ちすぎじゃ。そうそう、さっきね、なんだっけ、黒魔力水晶いっぱい開けたから、命中が欲しくていっぱい開けたので、水晶だらけになってます。まおちゃおさん、取り返せたか、3つ取り返しただぷ。イレネッチ、部屋が寒い、暖房つけるだぷ。
まさきさん、マルニの懐中時計ってドラカニアの覚醒武器って書いてある。ほほドラカニア、およくわからんだ。ちゃんだなさん、おめでとうだぷー。ありがとうだぷー。嬉しいだぷー。タックルーさん、明日クダックに一打かっこ。明日は、ウィークリーやるので砕かないだぷー。ルキリン、懐中時計は一応ガーモスの心臓を入れて水晶を入れるようにあるんじゃないかな。ウサの覚醒が来たらガーモスの心臓はハイデル高の倉庫に戻るはず。おほいや、種とか、あ、種とかね。うん、すいません。見なかったことにしてください。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。明日はのんびり、ウィークリーをやる予定ですが、もしお時間ご都合合いましたらぜひまた遊びにいらしてください。サンドさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。マオチャオさん、おつーありー。イヒロさん、おつおつだぷー。ありありだぷー。イレネッチ、おちゅなんにゃんぷぷぷーん。ありにゃんにゃんぷぷー。まさきさん、おつーさん、お疲れさん。みんなまたね。おやすみなさい。おなすびやさーい。ダンチズマさん、お疲れ様。ありがとうございます。アナさん、配信お疲れ様でした。ありがとうございました。ルキリン、おつなのだぷー。ありなのだぷー。サンダナさん、お疲れ様だぷー。ありがとうだぷー。シャルトリューズさん、おつねこにゃーん。ありねこにゃーん。とびひろさん、覚醒武器、車での一時的な場所ということですね。お疲れだぷーかな。ありがとうぷー。ちかさん、おつにゃーん、にゃんにゃん、ありにゃーん、にゃんにゃーん、ということです。最後までご視聴ありがとうございました。最後に足上げきたのでやりましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、8、9、10、ありがとうぷアナさん、タクリさん、足上げをつねやんだぷありにゃんだぷ、ということでまた明日、おやすみなさい。またね。ありがとうございました。